やらないか。It's always Monday。やっていきます。これは社畜になるゲームです。それじゃあ早速、スタート。基本的な操作は他のゲームとは変わりませんが、スタートするにはエスケープキーを押せって、なかなかシャレが効いてんな。それじゃあ行きましょうか。なんだ?時々俺は自分の人生なんてこんなもんだなんて感じるよ。俺は目をカッと開いて眠っていた。何か突風のようなものが変えようとしている。この現実をって感じかな。まあいいや。それじゃ、やっていきましょうか。あ、オフィスだ。娘の写真かな。あ、これアップルじゃねえ。なんだこれ、梨か。梨ってなんだ、ペア?響きだせえな。俺ペアのパソコン使ってるんだぜ、とか。エクセルだ。僕はエクセルカタカタマン。昨日も今日も明日も朝も昼も夜もカタ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 エクセルを叩く。エクセルカタカタマン。頭がおかしくなりそうだ。閉じておこう。これはメール?お?知らねえ人からメール来た。これは女か?いや、ボブ、調子はどうですか?まだその場所、会社に拘束されているの?何を言っているんだ、お前は。あ?私、ムラムラしたの。死ね。女は帰れ。なんだ?まだ彼氏いたっけ?あ?ボブ、私はあなたの苦痛がわかる。あなたにファイルを送ります。会社から抜け出したいなら、このファイルを開いてください。これウイルスじゃねえよな。ウイルスじゃねえよな。あ?画像ファイルか。女か。やべ、消さなきゃ。消えねえ。こんな感じ、記憶にあるぞ。上司が後ろにスーッと現れて俺のパソコンをじっと見つめている。はっ!あれ、マジビビる。というわけで、このオフィスで起きるイベントをすべて発生させるとゲームクリアというわけです。さ、行きましょうか。お前もエクセルカタカタマンか。調子はどうだい?ボブ2に話しかけろ。あいつはいつもいいアイデアを持っている。ボブ。俺も、お前もボブか。同じ名前か、私と。あら、お前もボブか。時々自分に問いかけるよ。なんで俺はわざわざ朝起きるんだ。病んでるな、ボブ。お前もボブか。お前ら全ボブか、もしかして。meaning, meaning, everyday. 調べ事、調べ事か。はいはいはい、大変ですね。あ、時計が10時10分15分から動かねえ。なんだあれ。これは朝だよな。夜じゃねえよな。夜じゃねえよな。朝の10時であることになるよ。本当に。お前もボブか。誰とも話さねえ。大変なんだな、仕事。なんだこれ。なんだかどっかのコンサルティング会社みたいなそんな感じがしますが。ボブ、お前ら全員ボブか。ボブ。まだわかんねえのか。この場所からは逃げることなんてできねえんだよ。社畜やんか、本当に。社畜っつうか奴隷じゃねえか。ボブ、ボブ、
ボブ2、ボブ2どこや。おう。それはシコティかな、シコティか。お前勢力絶倫なんだな。やべ、匂ってくる。あ、くさ。あ、ゴミ箱が。え、あー、俺にブレクを持ってこい。お菓子か。キッチンからソースでは逃げる手助けをしてやるよ。キッチンか。お前すげえな。何回しこってんだ一日。しかも会社で。キッチンは Make someone happy。 誰かをハッピーにしよう。あ、鍵がかかっている。やば、ここ俺らは囚人かよ。キッチン、これか。いや、ボブツ持ってきたよ。ほら、気づかねえな。ああ、これうまそうやな。クッキー、じゃがいも。ほらよ、青鍵、ありがとう。投げんな、俺こっち。やめて。ほんで、シコティ画面にぶつかるとこだった。で、この鍵を使ってじゃ、逃げようか。じゃあな、お前ら、お先に失礼します。いいね。ああ、よ、ああ、外だ。この開放感、たまらねえな。お？これは和風の、なんだ？これは温泉？温泉か？日本庭園。いい感じ。俺こういうの好き。sit、座る。おう。ああ、いい眺めじゃないか。というわけでイベント。こういう感じですね。あともうちょいちょっとうろうろしてみましょうか、会社。キッチン。これなんだ。あれか、あの、営業ランキング1位の男みたいな。月次、別の。ボブって言っても全員ボブだからわかんねえわ。誰だよ。これコーヒーか。あ、垂れ流し。冷蔵庫かな、これは。お前、ボブじゃないか。ボブじゃないか、お前は。みんなボブだけど。俺は見てはいけないものを見てしまった。なかったことにしよう。ちくわ？双眼鏡。なるほど。この部屋はなんだ？役員の部屋かな。こうやって従業員を観察しているのか。泣いてる誰か。あ、社長がいる。なるほどな。水か。これはコピー機か。なんだこれは。死んで写真か。やべえな、この会社。ああ、もう呪われてるよ、これ。死んでいった、過労死していった従業員の怨霊が。ああ、嫌な感じ。社長。俺の部屋に入るな。仕事に戻れ。奴隷やろう。やべえ。奴隷って言われてよ。ダイレクトに。どうした？ああ、金魚が死んじゃった。そうか。まあ、いや、俺は帰るか。コーラ飲んで帰ろう。あ、引っかかった。マジか。おい、おい、俺のコーラ返すな、お前。
なんだこの会社は。ああ、恐ろしいことと、イライラしかしね。俺の方は帰る。もう帰る。帰る。俺は帰る。じゃあな、お前ら。俺は帰る。よし、今日は飲んで帰るか。何飲もうかな。さて。あら。おかしいな。同じ部屋か。社長もいるし。あれ。おかしいな。ああ、いるよ、ボブが。なんで。俺は、こっから出ることすらできねえのか。いや、そんなはずはねえ。ちょっと試してみよう。この金魚を置いて、あ、金魚を置いて、で、こうだ。で、次に来るエレベーターがまた金魚乗っかっていたら、あ、無限ループってやつか。あ、金魚いる。マジか、俺はこっからもう逃げることができねえのか。ああ、なんてことだ。金魚か。そうか、昔は折り紙でいろんなものを作ったよな。折り紙で金魚でも作って、あの女に渡してやるか。確かこうやって、こうやって、こうだったかな。できた。これで誰かを幸せにできるかな。よし。おい女、ほら持ってきたよ、代わりの金魚な。ほら。そうか、嬉しいか。ああ、金魚、金魚の折り紙めっちゃ入ってる。何お前、病んでるな。やっぱりこの会社おかしいよ。ああ、なんてこった。あとはなんだ。お前ら相変わらずだな。あとは、ああ、こっちの方か。いろんなものが飾ってるな。What's stopping you? 登山か。Be the best version of you. ああ、この絵はボブじゃねえな。で、ここ閉まっちゃってるんで、机の引き出しに入っている。こいつを使って、アンロック。これは、監視カメラですかね。温泉とか扉とか、キッチンとか、あとはみんなの仕事場、社長室、いろんなところにカメラがある。オペレート。あ、取れちゃった。あ、社長来た。おう、早いな。アディオス。デクシュ。ああ。もううんざりだ。なんだ？ああ、書類が、もう。勘弁してくれよ。ああ、死にたくなるな、書類が。ああ、いい天気だ。ああ、ちょっと落ち着くな。なんで俺は仕事してるんだろう。何のために。朝も昼も夜もひたすらエクセル落ち込んで、俺は一体何のために仕事をしているんだ。もう俺は疲れた。楽になりたい。というわけでした。ずっと月曜日。じゃあそれじゃあ今回はここまでにしといしときます。最後に、高評価、忘れずによろしくお願いします。
コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。ご意見ご要望は、ツイッターまでどうぞ。それじゃ、また。